はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第400回をやっていきたいと思います。今回は指導力開発の枠組みということですね。指導者っていうのは生まれながらの指導者というよりは指導者になっていくんだと、後天的な、ね、適切な教育によって、誰しもが指導者になれるんだと、ね、なっていくんだということですよね。じゃあ具体的にはどういう枠組みで指導力っていうのは開発されていくのかということですね。でまず最初に才能というのがあります。でその人の潜在能力ですよね、まあ、生まれ持ったものということですよね、まあ、だから誰しも人は生まれながらにしてダイヤモンドの原石です。ただ原石は磨かないとダイヤモンドにはならないんですよね。磨いてなければ単なる黒いか、石でしかないわけです。ただその黒い石は誰しもが持ってますと、ね、それが才能なんですね。ダイヤモンドの原石です。でこれはまあ生まれながらに必ず誰しも何らかの才能を持っているということですよね、まあ、テニスの才能、野球の才能、サッカーの才能、絵を描く才能、文章を書く才能、で人の話を聞く才能、人を癒す才能、まあ、いろんな才能があるわけですけど、その才能というのは生まれながらに必ず何らかみんな持ってますということですね。ただ原石として眠ってますよということですね。でそこで2番、仕組み、適切な機会を与えるということですよね、まあ、具体的に言えば経験を促すっていうことですよね、まあ、例えばお父さんお母さんの教育方針だったりしますよね。もしくはその幼稚園とか小学校とかの教育方針だったりしますよね。でうちの家庭はとにかく子供にたくさん体験をさせますっていうんだったら、そういう仕組みですよね。そういう枠組みですね。うちの幼稚園はたくさん体験させますっていうんだったら、そういう枠組みということですよね。適切な機会を与える仕組みがあるということです。でその仕組みによって、例えばね、家庭の教育方針で、ね、とにかく、ね、たくさん体験をさせるとか、うちの幼稚園、うちの小学校はできるだけたくさん子どもたちに体験して失敗から学んでもらいますっていう枠組みがあった場合は、実際体験することができるわけですよね、まあ、経験ということになります。経験って何ですかって言ったら、才能を開花させるチャンスですと、ね、才能っていうのはみんな誰しもが持ってるわけですけど、ただそれを磨かなければ実際は眠ったままの、ね、黒い石でしかないと。ね、それをこう経験というもので才能を開花させると、実際才能を磨けるし、そこから芽を出して花を咲かせていく、まあ、元ということですよね。これは経験ということになります。でそして次、触媒ということになるわけですけど、そのね、学習を促す支援ということですよね、まあ、人は経験から学んでいくわけですけど、ただ大事なのはどんな経験をしたかっていうよりも、経験から何を学んだかっていうことが大事なんですよね。この解釈というものが非常に大事になるわけです。この解釈が適切でないと、結局その同じ経験、全く同じ経験をした人でも、まあ、何を学んだかっていうのは変わってくるんですよね。だからその世の中にはコップの水でね、半分入ってませんっていう人もいれば、半分もう入ってるっていう人もいたりしますよね。で何が失敗で何が成功かっていうのも、ものの見方、考え方、解釈次第っていうところがあるわけですけど、結局ここが大事なんですよね。ここがなければ、ね、例えばここが、あ、もうこんなことしなければよかったとか ね、もう全然ね、やって後悔したとかっていう解釈だったら、まあ、結局何も学べないわけですよ。ね、だけど、こっちの方を見て、ね、例えば、ね、自分たちが望んだ結果に、ね、確実に一歩近づけたとか、そういうものの見方ができるならば、何らかの学びっていうのがあるわけです。でそうした時に、まあ、経験は経験で大事なんですけど、全く同じ経験をしても、ね、何を学んだかっていうのは人によって違うわけです。じゃあその学びの質を上げるっていうものは何かっていうと、学習を促す支援、ね、要するに触媒ですよね。経験から学習をこう促進していく触媒というものが必要になってくるわけです、まあ、例えばね、師、メンターですよね。メンターというのは間違いなく学習を促進する、ね、存在ですよね。
実際自分が何か経験して失敗した、自分は落ち込んでこっちの方を見てるわけですけど、でも実際自分がもうすでに成し遂げた、ね、自分が今から成し遂げたいと思っている結果をすでに先にやってる人であれば、実はこっちが見えるわけです、ね、あなたは素晴らしい体験をしましたね、いや失敗ですよ、どこが素晴らしい体験なんですか、いやここを学べてるじゃないかと、ね、ということで、まあ、自分が今から成し遂げたいと思っていることを先に成し遂げているわけですから、こっちを見ることができるわけですよ。でそうして結局本人はもう大失敗だった、やらなければよかった、後悔したっていうふうに思ってたとしても、実は学びを得ることができるわけですよね。だから職場というのは例えば師、メンター、もう自分がすでに、ね、今からこうなりたいと思うのものをもうすでに先に成し遂げている人ですよね、まあ、こういった人っていうのはまあ職場ということになります。あとはこう、ですね、支援役、支援者、コーチですね。コーチは結局その頑張るのは、ね、実際経験して体験して頑張るのは本人なわけですけど、それに対してこう、ね、学びを得るための例えば適切な質問をしてくれたりとか、ね、その相手が、ね、こういうふうに物事をこういうふうにしか捉えられない時に、視野を広げてくれる、ね、こういうふうな解釈っていうのは可能ですかとかね、その体験をもしねもう一回やるとしたら次どういった、ね、工夫をやりますかとかっていう形で、まあね、ものすごくその学びを得るための適切な質問っていうのを、まあ、投げかけてくれる人っていうのは、例えばコーチですよね。コーチは結局本人が見えてないものを見えて、見させてくれる、その無意識の中から、ね、適切な答えを引き出すための、ね、手伝いをしてくれる、質問を、ね、適切な質問を投げかけてくれるっていう人は、まあ、例えばコーチですよね。こういった人は間違いなく職場へということになりますよね。だから同じ経験して失敗してもうやりません、二度とやりません、後悔しました、あんなことしなければよかったですっていう人もいれば、ね、適切な師とかメンターとか支援者仲間、支援者コーチがいれば、ね、学びを得て、ね、じゃあもう一回やろうということになったりするわけです、ね、体験から本当の意味で学んでいくということができるわけですよね。あとは仲間、同じ志、同じ夢、同じ目標を、ね、目指している人たちですよね。でそうした時に、例えば、ね、仲間の中で誰かがうまくいったっていうことであれば、その仲間の成功から刺激を受けて自分も学びを得て同じように成功していくということもあったりしますよね、まあ、こういったものですよね。ね、経験しました、ね、経験から何を学べるかって言った時に、その学びを促す存在、職場という人がいるのといないのでは、その、ね、学びの速さとか効果の大きさっていうのは全然変わってくるということになります。でそしてさらなる新しい経験ですね。結局経験失敗何かを学んで、じゃあね新しい仮説を作ると、じゃあ次はこういうふうにやってみたら今回よりはいい結果が出るんじゃないかなっていうのを作ってみると、でその仮説をもとにもう一回また何かやってみるわけですよね。試してみて新しい経験をしていくということです。でこの経験とか新しい経験に意味をつけるものっていうのが目標なんですよね。その経験が成功だったのか失敗だったのかっていうものを決めるものは実は目標なわけです。だから自分の指導力を開発していくって言った時に、どういう人になりたいのかっていうのが実は大きいわけですね。目標がなければ基本教育っていうのは無理ですよね。できないんです。でそもそもどういう人になりたいのかっていう目的地がなければ、ね、絶対に、ね、教育っていうのは不可能ですよね。例えば、ね、自分が今日本にいますと、ね、でこの人はどこにでも行けるわけですよ。どこにでも行けるんです。どこにでも行けるけどどこにも行けないですよね。なぜかって言ったら、どこに行きたいのかがはっきりしてないとどこにも行けないわけですよ。別にこの人はロシアに行ってもいいし、中国に行ってもいいし、アメリカに行ってもいいし、オーストラリアに行ってもいいわけですよ。別にいいんだけど、ね、だから無限の可能性持ってるわけですよ。どこにでも行けるわけです。行けるんだけど、実際に行くためには目的地が必要ですよね。ね、例えば、ね、アメリカに行きたいっていう目的であってこっちに行くっていうのは失敗なわけですよ、ね、向かってる方向が違うわけです。でこう言って地球の裏側に、回ってきて何回回っても、ね、絶対にアメリカに到達することはないですよ ね。だけどもしかしたらロシアに行きたいというのであれば、これは丸なんですよね。
いや私はロシアに行きたいんですって言うんだったら、そしたらこっちに行ってるのは回る合ってるわけです、正しいわけですよ、ね、だからこれは失敗じゃなくて成功になるわけです、ね、まあ、この行動自体は変わらないわけですよ、この行動は変わらないわけですけど、ね、アメリカに行くっていうのにこの行動は失敗です。しかしロシアに行くっていう行動であれば、目的であればこの行動は成功になってくるわけです。つまり全く同じ行動なんだけど、その行動が、ね、成功なのか失敗なのかっていうのは目標次第なんですよね。そもそも目標がなければ出発できないし、その、ね、行動が成功なのか失敗なのかを意味をつけるのっていうのは実は目標なわけです、ね、例えば日本の過去の20世紀の従来型の製造業だったら、とにかくミスをしない、失敗しないと、ね、だからもう完全完璧な、ね、精密な製品を作るというのが、ね、目標だったわけですよね。もうとにかく日本っていうのは自動車産業とか、ね、電化製品とか、もしくは建設業とか、まあ、そういうこう緻密なものをきっちりできるだけ完璧なものを作ると。で、それが目標だったわけです。で、そうなると、例えば無理、無駄をなくそう。ね、無理をしない、無駄をしない、無駄をなくすということですよね。だから、ね、経験として成功になるのは、経験として成功になるのは、そのね、できるだけ失敗しないっていうことが、ね、成功であり、逆に失敗たくさんしたってなると、この目標からするとうまくいってないわけですよ ね完全完璧な、ね、仕事をしましょう、完全完璧な精密な機械を作りましょうって言った時に、ね、すごいミスがあったというのであれば、これはうまくいってないわけですよ。目標からして、ね、失敗しない、ミス、ムラムラ、無駄をなくそう、ね、で実際無駄がありました、だったらこれ失敗なわけですよ。ところが、ね、そうじゃないと、ね、新しい21世紀だから、とにかく早く迅速にどんどん、ね、物事を進めていきましょうという、 もし目標だったら、ね、とにかく自分たちが体験したことがない未知の体験だったとしても、それに積極果敢に挑戦して、ね、可能性をこう新世界、新しい世界にこう切り開いていくことを目標としているということですよね、っていうのであれば、とにかく経験して物事が前に進んだってことであれば、今度は成功なわけですよ。全く同じ行動なのに、ね、そこに無駄があったかもしれないし、効率の悪さがあったかもしれないけど、間違いなく踏み出したことによって、その目標に近づくことができたってなれば成功ですよね。だから同じ行動なんだけど、目標によってそれはこう成功とか失敗というのは完全に分かれてくるということなんですよね。この行動は一緒でも、アメリカに行きたいという目標であればこれは失敗なんですよ。ロシアに行きたいという目標であれば成功なんですね。だからこの経験っていうものに意味をつけるものが目標であり、ね、適切な教育には絶対目標が必要なんです。そもそもどんな人を育てたいのか、そもそもどんな人間になりたいのかっていうのがあって、じゃあそれに近づくためにはその経験は、ね、プラスでしたよねっていう、もしくは成功でしたよねっていうふうに経験に意味付けしていくということですね。だから目標っていうのが絶対に必要と、ね、そもそもどんな人になりたいのか、どういう人を育てたいのかっていうのがなければ、もうそもそも教育っていうのはもう実質不可能ということですよね。目標がなければ、もうこの場に居続けるしかない。あなたはどこに行ってもいいですよって言っても、どこに行っていいか分からなければ一歩が踏めないわけだし、ね、その同じ行動が成功なのか失敗なのかっていうのも判断しようがないということになります。だから自分たちで、ね、今回はアメリカに行くとか、今回はロシアに行くとか、今回は中国に行くとか、今回はね、オーストラリアに行くっていう目標をはっきりさせて、じゃあその目標から見て、この経験って何だったんでしょうね。じゃあその経験から何を学べたんでしょうかと。で、学んで、ね、触媒、師、メンター、支援者、コーチ、もしくは仲間の力を借りて、自分の学びっていうのを早く、そして効果をどんどん大きくしていって、で自分なりに、じゃあ次はもっとこういうことをすれば、こういう工夫すればもっといい結果が出るんじゃないかなって仮説を作って、そして新しい経験をして、あとはもう自分たちが、ね、目指している、ね、目標に到達するまでそれを続けていくと、ね、あとはもう経験失敗、何を学んだか仮説しては試してみるということをずっと繰り返していくということですよね。まあ、今回はその経験っていうものを支えるものっていうのが、その目標と触媒だというのをちょっとこう確認したということですよね。経験は経験で大事なんですけど、全く同じ経験をしても、ね、学ぶことっていうのは人によって違いますよ。じゃあその学びが変わるものって何なんでしょうかって言ったら、一つは触媒、ね、触媒がなければあまり経験からは学べない。しかし触媒があれば、その経験からかなりのことを学ぶことができるということですね。もう一つはその経験に意味をつけるものは目標だと。そもそも何を目指して経験をしていこうとしているのか、もしくは経験したのかということによって、最終的な結果っていうのは全然変わってくるということになります。
はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。We'll be right back.